はい、日本一早い格闘ニュースのお時間です。最初のニュースです。朝倉海、すでに井上尚弥に完敗についてです。井上尚弥選手は今回のバンタム級トーナメントにおいて以下のように話していました。朝倉海選手と万全な状態でやりたい。穴や弱点が見えてきました。圧倒的に勝って優勝しますと宣言しました。それに引き換え、朝倉の会は今回格下と思われていた山里葉選手に拳を壊され、また弱点の寝技でもラバーガードからの三角を決められかけました。足がガンタンク並みに短い山里葉選手に三角を決められるのはなかなか難しいのではないでしょうか。それを受け、今のままじゃ圧倒的に勝つなんて言えないので、もっと伸ばしていくしかない、またファンの見たいカードを組んでいければいいと思いますと話してました。ファンが絶対見たくないバンタム級最弱の最弱、渡辺修斗選手を指名したと思えないような発言でした。トーナメント前の発言では、井上尚弥選手が偶然にも圧倒的に優勝すると、舌戦では井上尚弥選手の完勝です。ちなみに滝沢健太選手もちゃんとしっかりやれば優勝できるかなと嘘をついていました。優勝すれば滝沢ダンスを披露するそうです。全国の視聴者が嫌な気持ちになるので、優勝だけは避けてほしいところです。またロードトゥーワンでフライ級マッチにおいて、竹中大地選手を 2-1 のスプリットギリギリで勝った和田辰巳選手が暴言を吐いていました。朝倉未来選手の試合を見て騒いだバカなファンに向けて、打撃もグラウンドもやるし、これが格闘技なんだよとの発言でした。しかし正直試合自体も微妙で、ワン判定なのでスピリットで勝ったものの、竹中大地選手が勝利していたと言っても過言ではない試合でした。おたつロックを外され、下からペチペチとタッチしてるだけでワン判定によって救われた勝ちでした。この試合が格闘技であれば、格闘技人気は下がり、誰も見なくなるでしょう。和田選手の口をおたつロックした方がいいかもしれません。次のニュースです。前田明さんがリオオリンピック銀メダリスト太田選手を絶賛していました。リアルフナッシーこと手足の短い太田選手ですが、この前格闘技を始めて3ヶ月の久保優太選手に判定で勝ちました。その試合を見て前田明さんは、あの同タックルは誰も防げない、すごい選手になると言っていました。しかし MMA を初めて3ヶ月の選手に判定にまで行くようであれば、まずこれから先活躍することは難しいのではないでしょうか。唯一の長所はフナッシーに似てることだと思うナッシーです。次に、我らの小木チャンネルが UFC で史上初の快挙を達成していたことが分かりました。小木チャンネルは実はタフシリーズという UFC の契約を獲得するためのトーナメントを行うリアリティショーに日本代表として出ていました。そこで長い UFC の歴史で誰もが達成できなかった偉業を成し遂げたのです。それはトーナメント決勝まで行った選手は今まで2人とも契約を取っていたところ、唯一小木チャンネルだけが UFC と契約できなかったのです。さすがの塩職人ぶりを見せつけ、ファンゼロ人説ファイターの面目役所だったと思います。今回は以上です。それではさよなら、さよなら、さよなら。